高速ナルトバスストップ高速ナルトバスストップとは、徳島県ナルト市無谷町大久和との神戸淡路、ナルト自動車道場にあるバス停留所である。当 b s は、1987年5月の本市道路、ナルト北インターチェンジナルト IC 開通時に、徳島、福良、ら、交換特急バスの停留所として、本市無谷の名で開設された。の石海峡大橋開通時に、 バス停上での名称が、ナルトムヤに変更された。その後、経由する高速バスの本数が年を追うごとに増加し、後に、ナルト市の一地域名である、ムヤから、現在の、高速ナルトに変更された。現在では、徳島駅と京阪神等を結ぶ高速バスの大部分が発着する。1日の発着回数は230回を数え、徳島県の玄関としての機能も果たすと同時に、 徳島県において最も重要なバス停留場の一つとなっている。とりわけ、鳴門市では今や四国旅客鉄道の鳴門駅を上回る交通拠点となっており、このような事例は香川県東部、徳島県や淡路島等,等、近隣の大都市との連絡が高速バスのみという地域に限って起こる得意な現象である。なお、経路の関係上、本 BS を通らない岡山、 広島方面の高速バス路線は、ナルト IC の北方にある、ナルトインター北口バス停が保管している。ナルト市観光情報センターとスロッピ、乗り場タリり BS は山腹に位置するため、ふもととを結ぶ無料のモノレール、スロッピが付設されている。そのスロープカーの乗降場と、上りバスストップの間には、屋根やトンネルが設置されており、雨にさらされることなく移動することができ、 さらに上りバスストップについてはエレベーターが設置されている。麓には観光案内所の役割を担う、鳴門市観光情報センターのほか、レンタカー営業所も近接している。このうち鳴門市観光情報センターは、鳴門市を中心とする観光案内機能を有することは、もちろんのこと、待合所やコインロッカー、トイレも備えているほか、 高速バス乗車券の発券業務を扱うカウンターも設けられているバス乗車券発券業務の27時まで。そして山腹に所在するバスストップとを結ぶ前期、スロッピの発着場とも直結している。鳴門市観光情報センターの敷地内には171台収容の立体駐車場が立ち、この立体駐車場の利用によるパークバスライドが可能となっている。 なお、上りバスストップ内には LED 式の発車案内表示があるが、これは徳島バスグループのみの表示であり、JR バスグループや海部観光のものは表示されない。淡路交通高速バス時刻表には現在でも本市の表記が見られる。徳島駅を発着、経由するバス路線のうち、名古屋方面オリーブ、松山号は通過する。 2006年7月1日現在のものを記載した。2014年7月10日付け掲載記事上の掲載写真から高速ナルトバスストップの現地撮影写真あり、ハット AB 高速ナルトバス停、Google マップより、ナルト市観光情報センター、ナルト市渦潮観光協会、2016年5月11日閲覧、AB、ナルト市観光情報センター、 鳴門市観光コンベンション。2016年5月11日閲覧。平成26年度交通環境対策アクションプラン。四国運輸局。2016年5月12日閲覧。かつて、淡路島方面は特急バスが停車していたが、現在は急行バスのみで、小鳴門橋から発車している、川島東京線。路線休止のお知らせ。徳島バス。 2021年2月15日閲覧。長距離高速バス。エディゴー徳島行きの休止について。京浜急行バス。2021年2月15日閲覧。下り線からの発車。度、休日は到底留所に停車する。便なし。ありがとうございます。